第3次リーフ戦争は、スペイン・モロッコ戦争と呼ばれる一連の紛争の一つで、スペイン王国とリーフ地方ベルベル人の部族国家リーフ共和国の間で行われた戦争。3度にわたるリーフ地方ベルベル人の反乱の中で最も規模が大きいため、単にリーフ戦争と呼ぶ場合には、同戦争を指すことも多い。第1次世界大戦と、 第二次世界大戦の間に起きた戦争でもあり、戦艦機の戦争とも呼ばれる。はじめは小規模な部族勢力に対する攻撃であったが、長期戦化し、多数の兵力や戦車、航空機など新鋭兵器の投入に加え、毒ガス攻撃まで行われての大規模戦争に発展した。戦争の全員半部は、リーフ側が優先を続けていたが、フランスの参戦を招いて敗れた。 シモンボリーバルの反乱、米西戦争での敗北など立て続けに植民地を失い、国内経済も衰退していたスペインは、植民地戦争の一つの終結点であるアフリカ分割でもスペイン領、サハラスペイン領、モロッコスペイン領、ギニアしか得られなかった。その中で、比較的有望であったのがモロッコであり、北アフリカで最も欧州大陸部に近い道地は、 ドイツ・フランスが領有を争う中、スペインもまたリーフチ・ホーベルベル人が居住するモロッコ北部に、たびたび軍事干渉を繰り返していた。モロッコを切り取ろうとする争いは、アフリカ分割の過程で、フランスとアラウィーアサ、モロッコ間で交わされたフェス条約により、フランスが大部分を獲得する一方を、フッツ西条約にて、北部沿岸部の実効支配に成功したスペインへ与えられた。 このスペイン領モロッコと名付けられた植民地は行政上はモロッコのスルタンから委任された形をとっていたが実際にはスペイン人総督が支配を行った以前からベルベル人はしばしばスペインフランスに反旗を翻してきたが部族制度が強く残るベルベル人たちは団結できずに確保撃破されるのが常だったしかしスペイン領モロッコでは 第2次リーフ戦争で、スペイン軍に大苦戦を敷いたリーフ地方ベルベル人が、対頭し始めていた。彼らに脅威を感じたスペイン政府は、スペイン領モロッコの安定化のために、軍の派遣を決定、マヌエル・シルベストロ将軍率いる2万名近い、軍勢を派遣した。対するリーフ地方ベルベル人はかつて植民地政府で、行政官を務め、後に反スペインに転じた族長。 アブド・アルカリームのもとで3000人の民兵を組織して迎え撃つことになった。モロッコに駐留するスペイン軍は本国民の兵士と現地招集の傭兵部隊からなった。本国人からなるスペイン兵部隊は機関銃や大砲など近代的装備を持ちつつも指揮、連度ともに劣悪で士官、将校の質も有能とは言い難かった。スペインアフリカ軍と呼ばれる 精鋭部隊も存在しており、1911年以降からこの部隊はベルベル人兵士を動員するようになっている。また戦争の後半からスペイン軍はフランス外人部隊を参考にしたスペイン外人部隊を組織して前線に派遣した。彼らの半数近くは軍に参加しなかったスペイン人や南米の移民2世などからなったが、やはり4分の1は外国人から構成された。 外人部隊は、ホセミリャン・アストライによって組織され、フランシスコ・フランコにより指揮が行われた。リーフ軍は3000名前後の民兵隊から組織された。彼らは、狩猟を行う、ベルベル人伝統の高い射撃能力に加え、勇猛で知られた指揮の高さを合わせ持っていた。さらに彼らを率いたアブド・アルカリームは、第一次世界大戦の戦術を学習した優れた指揮官でもあり、 優れた戦いぶりを示した。戦いが部族側有利に傾くにつれ軍への志願者が増えていき、スペイン軍側は最終的には8万人を越していたと主張している。スペイン軍ははじめ、すでに確保された地域から東を征服しようと、試みたが、これは1920年にリーフ軍の抵抗で頓挫している。続く1921年7月から8月のアンワールの戦いでは、 マヌエル・シルベストロ、フェリペナバーロ及びガブリエル・モラレス率いる主力軍が攻勢を開始したが、アブド・アルカリーム率いる少数のリーフ軍に包囲殲滅され、13,363名の死傷者を出して退却した。指揮官・シルベストロは敗走の最中に死踪、フェリペナバーロは兵士と共に降伏した。優位を得たリーフ軍は、 スペイン領も6個の大都市メリラに迫ったが、スペイン軍は、スペイン外人部隊とリーフ地方ベルベル人と対立するベルベル人部族でこれを、過労死で阻止した。アンワールの対象で名声を得たアブド・アルカリームは、1921年9月18日に、占領地において、リーフ地方ベルベル人の独立とリーフ共和国の樹立を宣言し、大統領に選出された。 有料な資源を持つリーフ共和国はソ連から国家として承認を受け、また物資援助を約束されるなど国家としての体制を急速に整えていった。これに対しスペインは大幅な増援を派遣して構成に転じたがシャウエンの戦いで再び大敗し、モロッコからの全面撤退などが検討され始めていた。当初、スペイン軍のモロッコでの苦戦をフランスは生還していたが、 本格的にスペインが押され始めると1924年5月に前線に軍部隊を展開した。これはあくまで国境警備程度の意味合いに過ぎなかったが1925年春にフェズへの補給面の問題などからリーフ軍はフランス領もッ個に攻撃を仕掛けフランス軍側に多くの死傷者が発生した。これに激怒したフランス政府は リーフ共和国に宣戦線復刻し、30万名を超す大軍を北部沿岸部から上陸させて、北部モロッコに侵入した。圧倒的なフランス軍の攻勢の前に、リーフ軍は大きな損害をこむり、戦力がそがれていった。詳細は、アルホセイマ上陸を参照1925年9月8日、スペイン軍はリーフ共和国の首都近辺のアルホセイマに上陸。 フランシスコ・フランコを率いる外人部隊の噴戦で上陸に成功。その後、リーフ軍の大規模な反撃を受けるが毒ガスの投下によって、これを破った。首都陥落などからこれ以上の継戦が難しいと判断したアブド・アルカリームは、最後の望みをかけて、テトゥアンシェイ攻勢を仕掛けた。この攻撃は、スペイン軍外人部隊に損害を与え、指揮官、ホセ・ミリャン・アストレを負傷させたが、 もはや形勢は変わらなかった。アルカリームは、そもそもの敵であったスペインではなく、フランス政府に対して、降伏を宣言し、武装解除に応じた。降伏の際に捕らえられていたスペイン兵の捕虜や兵士に、関しては解放されたが、士官は戦争の報復として処刑されていた。フランス政府は占領したモロッコ北部をスペインに、返還する一方で、スペイン政府の要求を退けて、 アブド・アルカリームを死刑ではなく、インド洋のフランス領をレイユニオンへ、流刑罪にした。ありがとうございます。